パイプ、はい、これウレタンゴムのパイプをこの浮きのお尻に入れてあげることによって、中で、浮き止めが、穴がちっちゃくなるんで、中で絞り玉がもういらなくて浮き止めだけでもう中で止まります。浮き止めだけで止まるんだ。そう、もう絞り玉いらないんですよ。で浮き止めが中に入ることによってやっぱり浮きもここにあるよりか中にある方が風で引っ張れた時とかにこう棚がボケないっていうのは安定するんで、でまあ出る時にまあこうヒゲを作っておけばこの口のリングのところの中で引っかかるんで、棚もボケにくいっていうのがあるんで、一応まあこうやって安い浮きをリメイクして、こうウレタンで、ウレタンのゴムパイプですね。ゴムパイプ、ちょっと固めの硬質パイプ、あの硬質のゴムの市販で売ってるんで、それをまあ、この形状に合うですね、もしくはこう中ちょっとあのヤスリかなんかで削ってあげて、で接着剤でも留めるだけで、本当に簡単です。